はい、こんにちは。プンスチャンネルの柴ですと、チュミです。よろしくお願いします。今日はですね、なんか久々に俺出てるけど、この前も出たけど、これね、これを買いました。スンとか言っちゃった。これを買いました。何それ。てか、すごいでかい段ボール、急に届いてさ、びっくりしちゃったよ。俺身長170くらいなんだけど、170センチの成人男性がちょうど隠れるぐらい。しゃがんでね。隠れるぐらいの。隠れてる？頭が飛び出てる。隠れるぐらいのやつ。めっちゃメガネ壊れた。でございます。はい。で、これが何かというと、バークチップでございます。そんなに買ったの？床材ね。バークチップをね、引きたい子がどうしてもいてね、これをね、ちょっと買ってみました。大きさね、どのくらいかちょっとゆっくり見てみよう。こんなにでかいんですよ。でかくない？箱でかくない？顔っていう感じね、で、これね、あと中身見ればわかるんだけど、50リットルっていう大きさです。ちょっとね、いまいち想像つかないけど、50キロぐらいってこと？いや、そんなにない。だってチュミ持っててたやん。あ、そうだね。あの、バークチップとか高いじゃん。高いね。あの、ズーメットの、ズーメットかな、そこら辺で一つ1500円とか2000円とかするから、で、これね、この大きさでね、だいたい4000円ぐらいだったのよ。はあ。で、ただね、あの、爬虫類用じゃないから、あら、園芸用？園芸用、だから、あの、人中としてね、人柱として、俺がこれを開封してみて、みんなよかったら使ってみてくださいっていうね、あの、俺の優しさあふれる動画ですよ、人柱っていうか何かと思うんじゃない？まあね、あの、その優しさあふれる動画どうでもよくて、あの、俺が勝手にやりたかっただけっていうか、欲しかっただけでやってるんで、ということで、早速上げていきましょうか。はい、鬼滅が浮かんじゃったよ。なんで？人柱って、はい、そんなのいたっけって思っちゃった。なんなんの呼吸っていうのが全然出てこないということで、サクッと上げていきようと思います。はい、噛みました。はい、いきようと思っちゃったね。へいや、これよ、これ請求金額4110円でございますね。はい、この大きさで4110円。この大きさね、でかいね。50リッターで、今回買ったのが、山崎紀行高級バークっていうやつを買いました。高級バーク、で、これ50リッターで S サイズ買ってるね、これ。え、50リッターで S サイズ？待って待って、L サイズってどのくらいなの？いや、このサイズが S、 中の入ってるサイズが S。 でもさ、いつにしてはさ、でかくない？だって園芸用だもん。そっか。だって園芸用だもん。そっか。爬虫類用は小さいけどね。ちなみに爬虫類用だったらこれぐらいの大きさね。やばいじゃん、3倍ぐらい、1粒3倍ぐらいの大きさ、でも大きい子たちだったらこれで全然いいと思うんだ。そうね。っていうので、これをね、ちょっとやってみたかったからこれ買いました。ちなみにね、どこにも情報書いてなかったんだけど、なんかこういうのって防腐剤入ってたりするんよ、で、それ入ってないやつ買ったつもりなんだけど、書いてなかったから大丈夫だと思うんで、こちら使ってみます。はい、キスケくんのお家の中に使っていこうと思います。お、キスケのお家に使うんだね。そのために買った、ちょっと。なるほどね。今のね、キスケのお家はこんな感じです。下ね、今新聞紙なんだよね。前、ヤシ柄のマットを使ってたんだけど、その時、この子がうんちしてるかどうか、お迎えしたばっかだったから、その家の環境に慣れてうんちしてるかわからなかったんで、この新聞紙に変えて、そのうんちをしてるかどうか、ちゃんといいうんちできてるかどうかの確認のために新聞紙にしてたんだけど、それからずっと新聞紙だったのよ。そうね。それでね、最近ね、あの、下に降りてね、あの、この新聞紙の中に潜るようになってきちゃったんで、今回はこのバークチップを引いて、なんかいい感じのね、レイアウトにしていこうかなと思います。キスケさんが何をするんだっていう顔してこっちを見ています。ね、ね、大きいトカゲの時は一応革手袋を、よいしょ、やだか、よいしょ、やだね、足引っ掛けてるね、よいしょ。で、断固として出ないぞっていう意思を感じてやる。なかなか綺麗になったね、やっぱ、色が上がってます。はい、親バカで申し訳ないですけど、なかなかな色だね、綺麗だね、綺麗だね。天敵が大暴れしてます。喧嘩相手だもんね。喧嘩相手だからね。やめてやパクさん、そんなに暴れてるとあなたウッチしちゃうから。ということで、よいしょ、はい、ここにいてね、よいしょ。はい、今床材を取ってきれいにしました。じゃあこれ今から入れてきます。はい。ただね、これね、5キロぐらいかな、なかなか重いです。よいしょ。
足んないな、全然。なかなかいい匂いだね。ほんと？うん。あ、ほんとだ、いい香りする。いい香り。リラックスしたくなったらキスケさんのページに頭すっ込めばリラックスできるよ。こんな感じかな。これぐらいじゃない？うん。すごい面取りしてあって角もツルツルしてる。うん。キスケさん戻って。おくんなまし。落ち着いた。なかなかいい感じじゃない？うん。アークチップこの大きさも結構ありだね。ありだね。ちなみに大きいやつと小さいやつ、うん、比べるとなんか大きいやつでこれぐらいのやつがある。すごい。じゃあキスケの体半分ぐらい。うん、小さいやつがこれぐらい。うん、だからまあ食べないかなって感じだね。そうね。これで S サイズでございます。 M サイズとかだったらもっと大きいんでね。ちょっとね、気になることがあってね、バークチップの粉、どうしても擦れる時の粉が出てくるから、ね、それがね、ちょっと心配だけど、まあ粒が大きいからあんまりガサガサ潜らなければ大丈夫かなって感じだね。うん、ヤシガラチップとかよりは全然粉は少ないかなって感じかな。うん、こんな感じで使ってみて、これから、この子がどういう感じなのか様子見てみようと思います。うん、これでよかったらね、この床材全然ありだね。うん、ちなみに今回使った量が、うん、どのくらいだろう、3分の1ぐらい。そうね、3分の1ぐらいだね。だからこれで90ケージ、9045のケージだったら3回分ぐらいいけるのかな。うん、それか分厚めに引くんだったら2回分って感じかな。ね、普通にバークチップ買うよりもこれなかなかいいかなと思うんでおすすめです。で、あとうちでこうやってその園芸用のバークチップ使うのが初めてなんですよね。うん、煮沸消毒した方がいいとか、うん、なんかいろいろあると思うんですけど、なんかもし園芸用とか使ってる方で詳しい方はぜひコメント欄で何か教えてもらえると嬉しいです。うん、どういうとこに注意した方がいいとかね、うん、なかなか情報がなかったんで、うん、もしよければよろしくお願いします。はい、はい、ということで今回は50リッターのバークチップ買ってみたでした。これでね、キスケちゃんが喜んでくれてね、うん、この床材でいいって思ったらね、またリピートで買ってみようかなと思いますと、ね。プースチャンネルではこんな感じで爬虫類との日常を撮っていきますので、気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またね。